さっきの話の続きだけどさ。さっきの話？何の話ですか？平行世界の話。鋼さんや小耳ちゃんの世界には信長さんはいないの？さあ、織田信長という人はいるのかもしれないけれど、有名人ではないわね。私の世界では人は持って生まれた才能にふさわしい生き方をするの。もしかしたら私の世界の信長さんは武将よりも向いている才能を持っていて、そっちで活躍してるのかもね。信長様が武将以外のことをしている姿が想像できません。小耳ちゃんの世界は？わらわの世界の織田信長か？知らんな。そもそも戦に明け暮れているこの世界がおかしいのだ。天の意志は常に正しく、必要なものは全て地にある。祭りごとのために人を殺すなど愚か者のすることだ。とはいえ、この世界にはこの世界の断りがあるのだろう。わらわが口出ししようとは思わん。というかどうでもいい。はぁ、小耳ちゃん難しいこと言うな。それはそれとして、あの信長というおっさんの人を人とも思わぬような態度は気に食わんがな。それは小耳さんが信長様のことをよく知らないだけです。よく知るほど長く付き合おうとも思わん。お主よく胃がすり減ってなくならないな。信長様のこともっとお話ししますから。その話後で聞かせてちょうだい。今は目の前のことに目を向けましょう。わかりました。後で信長様のお話させてくださいね。門までもう少しですね。早く行って門番を倒してしまいましょう。どうしたの、イヨちゃん。早く魔王の祭壇にたどり着きたいのは確かだけど、それにしたってそんなに急がなくても。だってここを通り抜けたら信長様のお話をできるんです。そう思ったら私嬉しくって。そういうことね。あ、ごめんなさい。崇高な使命の最中なのに不謹慎でした。お詫びに門番に突撃して爆散してきます。やめて、爆散しないでいいから。でも好きなことや好きな人の話を人にするのって楽しいもんね。わかるなねえ小耳ちゃん。うむ、こういう時でなければこれまでのわらわの活躍をいくらでも聞かせてやるのだが。なるほどね。小耳ちゃんは小耳ちゃんのことが大好きなのね。確かにわらわはわらわのことが好きだが、それのどこが悪いというのだ。悪いなんて言ってないわ。自分に自信があるのは素敵なことよ。ならばなぜ笑っておる？だって小耳ちゃんがすっごく可愛いんだもの。うんうん、小耳ちゃんは可愛い。な、紬、お主までなんだ。わらわは可愛いのではない、偉いのだ。そして強くてかっこいい。それも知ってるわ。全部小耳ちゃんの言う通りだと思うな。ぐぐぐ、なんだか知らないが言い勝った気がせん。いいよ、行くぞ。さっさと門番を倒してお主の話を聞いてやる。わかりました。では参りましょう。
みんな、よろしくね。心して参りましょう。落ちれば地獄へ真っ逆さまだぞ。落っこちないでね。お縄の術。敵が出現したわよ。なんだか嫌な予感がするわね。小耳ちゃん、ちょっと強そうな気がする。周囲をよく見るのだ。雑魚に飽き飽きしていたところよ。旗色の悪い戦は嫌いじゃない。みんな行くよ。それここだと、やばん舞い散れ。えやあ、つばめ返し。それと、やばん散りきよ。それどうだ。ここだと、やばん やるじゃん。どうだ。それと、やばん舞い散れ。それへいやん行きたぬ。それひよちゃん、よろしく。行けツバメ花火鋼。どうだ。あいつの動きをよく見て。それどうだと、やばん散りボタン。えいやあ、ツバメ返し。それそれ小耳ちゃん、それやと、やばん舞い散る。その調子だ。へいやん振り刻む。やるじゃん。くっ、それイオちゃん、よろしく。ニング変化の術で、やる。やるじゃん。いた。まだまだ。それえいやあ、ここだ。それどうだ。へいやん切り刻む。やるじゃん。ここだと、いけ。えいへい、それやるじゃん。鋼さん、小耳ちゃん、衝突襲撃。イオちゃん、それよいしょ。ここだどうだ。やばん散りボタン。えい、それつば、へい、ご自分の力を信じてください。わ、それここだ。やっ、それもう少しで倒せそうです。やっ、それいけと、やばん散りボタン。えい、やん、それつばめ花火。どうだ。見かけだけだったみたいね。今日はからくりの調子が良かったようね。イオちゃんは随分信長さんを信頼してるみたいだけど、あの人どういう人なの？そうですね、私は小さい頃に戦で家族を失って信長様に拾っていただいたんです。それ以来織田家に仕える忍びとして生きてきました。そうだったんだ、知らなかった。信長さん、やっぱりいい人なのね。ふん、自分で起こした戦のツケを自分で払うのは当然だ。本当の善人ならば最初から戦など起こさん、
小耳さんの言う通りかもしれません。でも信長様にも戦をしなくてはならない理由があるんです。そのお話をしますね。戦をしなければならない理由、聞かせてもらおうか。私、忍びの修行を始めてから10年ほどは信長様にお会いすることはなかったんです。え、それも意外。ずっと一緒にいたっていうか、信長さんに育てられたのかと思ってた。私もそんな感じだと思ってたわ。イオちゃん、信長さんに懐いてるものね。そんなわけないじゃないですか。とってもお忙しい方ですし、雲の上のお方なんですよ。お城におられることすらめったにないんですから。そう言われると、私も総理大臣に会ったことないし、それと似たような感じなのかな。でも私の方は忍びの修行を続けながらずっと信長様のことを見ていました。だが10年経って、10年、つまり最近の話なのか。お主、ついに信長と直接会ったということか。はい、信長様は毎年対馬のお社のお祭りを見物に行かれるんです。人手が多いとスリが出たり、酔っ払った人が喧嘩したり、私たちはそういうのを取り締まる警備の任務があって。ああ、お友達とお団子を食べたってお祭り。紬お姉様には少しお話ししましたね。そうです、その時のお話です。実はもうちょっと込み入った事情があって、警備の任務中、屋台で食い逃げした人を捕まえて番所のお役人へ引き渡しに行ったんです。そこに偶然信長様がいらっしゃって、食い逃げの話を聞いた信長様がとてもお怒りになったんです。民草が楽しみにしていた祭りで騒ぎを起こすとは許せんって、もうすごい形相だったんですよ。食い逃げをした人、それを見て震え上がっちゃって。それはそうですよね、たかがと言ってはなんですが、食い逃げをした程度で殿様の怒りを買うなんて思ってなかったでしょうし。それでそれでどうなったの。鬼のような顔をした信長様が食い逃げした人の頭に原骨を落としたんです。それも特大級の。あのおっさんの原骨か。食い逃げ程度で命を落とすとは不運だったな。死んでませんってば。でも腰が抜けちゃって涙を流しながら謝ってました。その後、信長様が食い逃げを捕まえたご褒美にって、私たちにお団子をご馳走してくださったんです。それどころか食い逃げした人にもお団子を食べさせて。え、なんで。私も不思議に思いました。だから思い切って信長様にお聞きしたんです。どうして捕まえた罪人に食べ物をあげたんですか。あの男とて腹が減ってなければ食い逃げなぞしなかっただろう。そう思っただけだ。あの、でも。わかっている。今あの者に食べ物を与えても、その場しのぎだということはな。明日になれば腹が減って、また食い逃げをするやもしれん。だが、祭りの夜くらいいいではないか。信長様。いよよ。今日のことを忘れるな。民草に食べ物が行き渡らないのは為政者のせいだ。俺は俺の不甲斐なさが悔しい。信長様、私のことを
覚えていてくださったんですか？忘れるものか。イオとは俺がつけた名だ。戦で焼け出され、行く当てのないものが出るのも同じこと。自分で起こした戦の後は全て覚えている。俺は天下を手に入れる。戦がなくなるまで戦に勝ち続ける。それしか方法を知らん。約束だ、いよいよ。いつか戦のない世界をお前に見せてやる。そのために俺に仕えろ。は、はい。その時、信長様にお仕えしていてよかったって心から思いました。戦がなくなってみんな安心してお祭りを楽しむことができる。そんな世の中にするためなら私何だってします。そんな信長様から魔王の力で天下を横取りしようとするなんて絶対に許せません。で、こういうお話でよかったですか？あんまり面白くなかったかもしれませんけど。信長さんにそんな一面があるなんて意外ね。ちょっと可愛いかも。戦によって戦をなくすか。あの男にも大義はあるのだな。信長様は行動と結果で示せばよいとお考えみたいで、この話を知っているのはとっても少ないと思います。世間には信長様を鬼の化身だって言う人もいます。でも私は知っています。あの方が抱いている優しい野望を、魔王を倒してまたお祭りに行きたい。信長様の野望に比べればちっぽけだけど、それが今の私の夢です。そっか、そうだよね。信長さんのためにも頑張ろう、イオちゃん。お祭りを楽しみにしてるみんなのためにも。ありがとうございます。信長様のためにも、紬お姉様のためにも、私頑張ります。準備を怠らないようにね。よし。準備を怠らないようにね。がする。この辺りから香りが強くなってきてるんだけど、そこにいるのは小耳ちゃん？一人で何をしてるの？紬子、今新しい香の調合をしておったのだ。寝てたんだけどいい香りがしたから辿ってきちゃった。八重からたまにいなくなる時があるけど、ここに来てたんだね。昔、いろいろとあって、一人でいる時間が幸せに感じるのだ。
だから、たまにこうして調合をしては、心を落ち着かせている。お香って、香りだけで心と体が癒されるよね。私の世界では、アロマセラピーって言ってる。紬の世界でも香があるのだな。それは嬉しいことだ。お香の調合って難しい？一度、小耳ちゃんと一緒にお香を調合してみたいな。わらわと一緒に？うん、小耳ちゃんと一緒に。仕方がない。教えてやってもよい。では、そこの乳香の粉末を、と言ってもわからぬか。白い粉末を、この器に入れるのだ。わかった。この白い粉末だね。アクション！粉が飛んでっちゃった！バカ者！貴重な乳香を飛ばしおって！手に入れるのに苦労した品物だぞ。ごめんなさい。もうよい。乳香はわらわが入れるから、紬はその棒で混ぜてみるのだ。わかった、やってみる。あ、今度は器が倒れちゃった。なんだその調合の仕方は。お主は剣しかまともに扱えぬのか。またまた、ごめんなさい。しょうがない。器はわらわが抑えるから、力を入れすぎずかき回してみるのだ。こうかな。よいぞ、その調子だ。こんな感じでどうかな。おお、良き具合ではないか。もしかしたら、鋭い感覚を持っておるのかもしれんな。やったー！大陰陽師の小耳ちゃんに褒められちゃった。まあ、二人であれこれ考えながら何かをするのも悪くないかもしれんな。